NHK 連続テレビ小説おちょやん。大阪のお母さんと呼ばれ多くの人々に愛された女優竹井千代の人生を描く物語です。ドラマの主人公竹井千代のモデルは女優の浪花千恵子。オロナイン南港の放浪看板でご存知の方もいらっしゃることでしょう。舞台にラジオ、テレビ、映画など200本以上の作品に出演し人々を魅了した昭和を代表する女優浪花千恵子。その人生をたどります。明治40年11月19日、千恵子は大阪府南河内郡大友村、現在の大阪府富田林市で生まれました。本名は南光菊乃。一家は養鶏で生計を立てていました。千恵子が5歳の時、母が亡くなります。千恵子は学校へは通わず、幼いながら3歳年下の弟の面倒を見たり、家事や鶏の世話をしたりする毎日でした。8歳の頃、父が再婚。新しい母は居酒屋で夜遅くまで働き、家事はしませんでしたが、千恵子は小学校に通えるようになります。しかし、母はたびたび家出をしては行方がわからなくなることがあり、その影響で千恵子は道頓堀の仕出し料理屋へ女中奉公に出されます。当時9歳、千恵子は芝居茶屋へ料理を届ける役目でした。茶屋は忙しく、多い時は1日1000の注文が来たといいます。朝から晩まで働いても給料はもらえず、寝る場所と食事だけ。厳しい環境の中で一日一日を必死に生きるしかありませんでした。しかし千恵子はそんな中でも捨てられた新聞や店の看板の字を読んで、ほんのわずかな時間をも勉強に充てて努力を怠りませんでした。料理屋で働いて8年、千恵子が17歳の時、父が突然現れ、また新しい奉公先で2年間働かされることになります。千恵子は、このまま同じような生活を続けていてはいけないと思ったのでしょう。父に伝えることなく奉公先を抜け出し、京都へ。これが後に女優の道を歩む第一歩となります。京都ではカフェの女給として働いた千恵子。ある日、知人の映画制作会社が新人女優を募集しているという話が耳に入ります。千恵子は女優に応募、そして見事合格をつかみます。千恵子は劇団で本格的に演技の勉強を始め、大手映画会社東和キネマの専属女優に。そして大正15年公開の映画「帰ってきた英雄」で主役を務める人気俳優高木新平の相手役として選ばれ、ついに銀幕デビュー。その後次回作の出演も決まり、女優の道に明るい兆しが見えてきました。しかしデビューから1年ほどがたち、千恵子は
東和キネマの方針が合わないなどで退社。その後は大阪にある帝国キネマに所属。この時に芸名がなにわ千恵子となりました。しかし帝国キネマもまた給料の未払いなどの問題で退社することとなり、千恵子は映画の世界から離れることになります。無所属ながらも千恵子は女優の仕事は細々と続けていましたが、それだけで生計を立てるのは難しかったのでしょう。芝居茶屋に居候して女中としても働いていたといいます。しかし思わぬチャンスが舞い込んできます。帝国キネマを辞めて1年が経った頃、大手映画会社で劇場も経営する松竹から声がかかり、大阪で最も人気のある劇団新潮座の舞台に参加することに。その後松竹と専属契約も結び、舞台に立つ日々を送るのでした。またこの頃、千恵子は夫となる喜劇俳優二代目渋谷天外と出会います。天外は当時脚本家としても活動しており、松竹が立ち上げた松竹家庭劇の中心となっていました。千恵子は昭和5年に松竹家庭劇の専属女優となり、その年天外と結婚。昭和13年以降、松竹家庭劇は東京の劇場でも定期公演を行い全国区に。千恵子にも活躍の場が広がりました。しかし戦争の時代へ。昭和20年には大阪も大規模な空襲に遭い、道頓堀も被害を受けます。千恵子は天外と共に自分の故郷へ疎開し、再び舞台に立てる日を心待ちにするのでした。そして終戦。昭和21年、天外は松竹家庭劇を退団し、劇団スイートホームを結成しますが、上方の喜劇界を松竹と共に再編するため解散します。昭和23年、松竹新喜劇が誕生。千恵子は看板女優として活躍します。ただ公私ともに幸せな日々も長くは続きませんでした。天外の浮気が原因で二人の結婚生活はピリオドを打ちます。千恵子は松竹新喜劇を退団し、芸能界からも身を引くのでした。しかし彼女の才能を放っておくはずはなく、再びチャンスが巡ってきます。それは人気芸人花菱あちゃ子が千恵子との共演を熱望し、 NHK の番組プロデューサーが千恵子に出演を依頼。ラジオドラマ「あちゃ子青春手帳」であちゃ子の母親役として千恵子は再び女優の道を歩みます。優しい大阪弁に朗らかな笑顔。千恵子の母親役はお茶の間で大人気となり、ドラマやテレビで引っ張りだこに。昭和29年には千恵子とあちゃ子が夫婦役を演じた「お父さんはお人よし」が全国各地で放送されました。映画出演の依頼も相次ぎます。昭和27年、滝の白糸で千恵子は再びスクリーンに。昭和28年、祇園囃子ではブルーリボン助演女優賞を受賞。また小津安二郎、黒澤明など日本を代表する映画監督の作品にも出演します。テレビドラマの仕事も増え、
細腕繁盛記や大河ドラマ太閤記に出演。千恵子は日本を代表する女優として充実した日々を送りました。その一方で、京都の嵐山に自宅を兼ねた料理旅館を建てて経営し、飲食店も開くなど商売人としての顔も持っていました。幼い頃から脇目も振らず懸命に働き、そして女優として華やかな舞台に立ち続けた千恵子。晩年は自宅で穏やかに過ごす時間も多くなったといいます。そして昭和48年12月22日、千恵子は消化管出血で亡くなります。66歳でした。その後、勲四等瑞宝章を受章します。朗らかな笑顔と優しい大阪弁でお茶の間の人たちを和ませた昭和の名女優、なにわ千恵子。彼女の姿は今も多くの人の胸に刻まれています。